はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、これっちとこっちに置いてある、ルイスレザーのですね、こっちカウハイドで、こっちが、シープスキン、なんですけれども、まあ、ちょっとですね、違いを、見てもらおうかなと思いまして、はい、で、一応ちょっとね、対比的に、まあ、この2つだけじゃないんですけど、こっちはシングルに対してこっちはダブルで、まあ、こっちがカウで、こっちがシープ、あとなんだろう、まあ、こっちが黒ジッパーで、こっちがヴィンテージのベージュとかですね、まあ、結構ね、違いがあって、あとこっちがサイズが38に対してこっちが36なので、結構ね、差があるんですよね。まあ、同じって意味で言うと、もう黒、あと中のこの、裏地も、黒のコットンっていうのと、あとここのあれですね、パッチが、丸の方ですね、スクエアじゃないっていうのは同じで、意外とそれ以外がちょこっとずつ違うので、まあ、逆にね、色がものすごいこっちオレンジでとか緑でってなると、まあ比べるのもちょっと極端なので、まあ結構やっぱ黒が人気だと思うので、まあ黒黒な上でその革質の違い、サイズ感の違い、あとシングル、ダブルの違いあたりをこう見せれるかなと思うので、はい、せっかく2着揃ったのでですね、ちょっと見てもらおうかなと思います。で、一応ですね、この間これが届きまして、届いたばっかで、今だいたい1週間弱ぐらい着用したかな。はい、で、意外にもうね、ちょっと当たりが出始めてきてる感じなんですよね。昔一番最初に買ったのが自分カウだったんですけど、カウの、サイクロンを買ったんですけど、その時は34のビタビタのサイズを間違えて買ってね、袖も直さずに、買っちゃったんで、ものすごい長くて、袖はね、それ以外はもうここは閉まんないわ、袖は長いわでね、結局着れなくなっちゃった個体だったんですけど、その時の革よりなんかね、すごいいい気がしますね。あの時のね、カウはね、こんなにちゃんと当たりがくっきり入らなくて、でもっとね、もうちょっとすっごい悪い言い方すると、もうちょっとビニールっぽかったんですよね。まあレザーではもちろんレザーだし、ビニールではないですよ、もちろんビニールと完全に一緒じゃないけど、強いて言うならこれよりかちょっとビニールっぽかったんですよね。これは本当に結構今の革は結構なんか張りがあって、本当にツヤもあって、さらにちょっとね、こうやって当たりがちゃんと入る感じがするので、なんかここの、まあ言って俺が頼んだのってまだ1着14万ぐらいの時代だったんで、いつだ、ほんと10年以上前かなとかぐらいですね。そうだから、まあもう本当に全然その質もいろいろ変わるだろうなっていうところはあると思いますけど、はいですね。で、一応ちょっとこっち一回着てみますね。1週間、まあみっちりっていうわけじゃないんですけど、まあそこそこ来ました。あとタグはこんな感じですね。はい、で、ここに前にちょっと他の動画で言ったんですけど、ここに、リアルハイドっていうタグがついたら馬側で、これこのタグがさっきのあっちのカウにはなかった、こいつがつくとこれがシープっていうことらしいですね。なんで、で、こっち36ですね。なので、もしね、なんだろう、ネットのオークションのやつと、サイトとかで見たりとか、そう、ネットで見て、表記が特に何ハイドとか書いてないやつ、何側か書いてないやつとかも、まあ、タグを見れば、これがあれば、まあ、アシープだなとか、まあ、なければカウなのかなとか、ただ、それも確定ではないような気がするので、あまりそれだけにこだわらない方がいいとは思います。なんだろう、ルイさんもずっとこう全く一緒の過程でずっとやってきてないと思うので、どっかのタイミングで馬だけどついてなかった、リアルハイドって書いてないやつがあったりとかかもしれないし、まあ、ここのね、あの牛の下に何かあったかもしれないし、ちょっとそこら辺は俺も 100% 言えないので、まあ目安というかですね、なんとなくの知識で覚えててもらえればいいかなとは思いますね。
これはまあ店員さんに教えてもらったので、まあ、今の情報、今のルイスさんの情報としては正しいっていう感じですね。今ルイスさんで見ればそのこの通り、今説明した通りっていう感じですね。はい。で、それがですね、一応1週間ほど着込んだ感じの、はい、ですね。今日もね、結構涼しかったので。ずっとこれは着用してましたね、はい、特にクーラーもいらず普通に着用できましたね、はい。まあ、こんな感じですね、はい。まあ、主なタイプとしてはやっぱ腕ですね。でこれももうあまりこう無理にこう何かをすごくあえてわざとっぽくつけたりとはしてなくて、基本的にはもうこのまま着用したまんま、普通に生活するというか、普通にまあこう行動するだけっていう感じですね。特に何もやってないです。で一応逆にみんなにレーザー好きな人に聞きたいですけど、ここってどうしてます？皆さんここをなんかその締めた方が、まあ、細くなるんですよね。当たり前ですけどここ締めてキュッてなった方が細くなるんで、なんかね ここにこうやっぱ当たるし、時計とかにも邪魔になってくるんで、なんか基本的に俺は開けててるんですけど、まあ、開けるとなんだろうな、まあ、ちょっと経年がつきづらいみたいなところがちょっとあるかなと思ったんですよ。こっちの閉めてる方がこうなんかキュッてするんでちょっといいのかなと思って結構我慢して閉めてたりしてたんですけど、なんか結構ストレスなんで、もう最近はもう開けっぱにしてるんですけど、ちょっとねみんなどっち派なのか聞きたいですね。まあ、多分寒くなってきたり涼しいなと思ったらここを閉めた方が多分風あの暖かい空気も逃げにくいし、新しいこう風が入ってこなくなるんで、寒かったらここ閉めてとかこっちも閉めてってやるべきだとは思うんですけど、はい。まあ普段ですね、普通の状態の時はそうですね、今はもう楽なんで開けちゃいますけどね、はい。これも多分袖をちょっと長めに設定している人だと開けちゃうと多分バーンと一番長くなるんで、どこにもつかないまま来るんで、まあ、あんまり袖丈を長くすると結構邪魔になるかもしれないですね。でここ締めるとここら辺で止まるけど長いんで結構やっぱここ当たってみたいみたいな感じにはなりかねないかなとは思います。一応着用するとこういう感じですね。前開けるとこういう感じです、はい。この個体はね、ここが結構脂肪が多めの個体でした。レザーのここがちょっとしぼしぼしてるじゃないですか、この辺が脂肪感がちょっと強めで、それ以外は結構ねつるっとしてますね。カーハイド自体そんなに多分脂肪感が強くない、シープが多分一番えげつない脂肪だと思うんですけど、うん、馬もね比較的つるっとしてる方が多い気がします。ただそれもまあやっぱ作ったその時の年代とか月によって変わるとは思うんですけどね。こっちもちょっとここら辺がこっちほどじゃないですけどちょっと脂肪がザラッとした感じがありますね。バックスタイルの感じですね。今回38にして、まあ、肩も、まあ、これにプラスパーカーを着れるぐらいでジャストのつもりで買ったので、今、このスタイルで言うと個人的にはやや大きいはずですし、多分レザー好きな人から見るとおめえそれサイズでけえじゃんって言うとは思います。ただまあなんだろう、一応メインとしてはこの上に長いスウェット1枚挟む、もしくはスウェットパーカーを1枚挟む、そうですね、フードパーカーを挟む、もしくはシャツを1枚挟むぐらいのやつを想定した上でのサイズ感なので、個人的に大正解というか、これで全然希望通りという感じですね、はい。やっぱこれより大きいとやっぱもうで絶対でかすぎますし、36は、まあ、逆にこいつを先に持ってたんでこっちで36でちょっとここが苦しいの分かってたし、シープの柔らかいのでさえちょっとその窮屈さを感じてたくらいなので、ここに何だろうな、何かを挟むってなるともうパツパツなので、まあ買うにするならなおのこと1個あげてよかったかなっていう感じですね、はい。なのでちょっと今 T シャツロン T1 枚だとちょっとゆとりがあると思いますが、ただ個人的にはこのぐらい
余裕があってもまだまあ全然ありかなとは思ってるので、このままも着れる着ます、はい、の上で、まあ、1枚重ねても着れるっていう感じですね。ただ、前の説明もしましたけど、一応自分がどっちのスタイルでいくかを絶対決めてった方がいいですね、はい。俺で言うと、なんか着るつもりだったんで38をチョイスして、まあ下げてもギリ着れるっていうイメージでいきましたし、こっちは逆に中にそのパーカーを挟まないで T シャツ1枚でちょうどいいぐらいのサイズ感で考えて36にしているので、まあつまりまあやっぱそうですね、薄で厚着用で2枚、買ってる感じにはなりますね。まあ形も違うし革も違うので、まあどっちも欲しくなっちゃってっていう感じですけど、はい。で、シープの方も、着てみますね。シープの方が軽いですね。あの着た感じの革の、重さは、まあ、もちろん36、38っていうのも多少ね、サイズによってこっちの方がちっちゃいので革の面積が少ないっていうのももちろんあると思いますけど、多分でもね、それを差し引いてもこっちの方が圧倒的に軽いとは思います。まあ、シープの多分良さですよね。多分軽くて、軽くて柔らかいがシープの売りなので。でも意外にシープだからといって弱い革かっていうと確かにそんな弱くなかったはずなんですよね。シープ意外と強かった気がします。なんか俺もこの柔らかさすっごい柔らかい感じするんで、特にゴリゴリのこう牛とかもうゴリゴリの馬を結構相手に普段してると、シープを着た時になんじゃこれみたいな、シャツじゃんみたいな、シルクじゃんみたいなぐらい、レザー界のシルクかよぐらい結構肌触りというかこの着た感じのこのふわっと感がマシュマロかよみたいな感じがするんですけど、でもだからそれに合わせてなんかちょっと破れそうとか思うんですけど、意外に丈夫なはずです。でシープは確か結構むしろ結構丈夫だったようなはずですね。で厚みもねそんなに薄くなかったような気がします。あ、ちょっとそれはルイさんじゃないとこのメーカーの話かもしれないんでちょっとわかんないですけど、でもそんなにね薄くもなかった気がします。ただやっぱり軽くてそんなに弱くはない感じですね。さっきさ、このヴィンテージテープなんで、このちょっと一応日焼けしたっていう体のというか、本当に日焼けするとこういう色になるみたいなんですけど、まあそれをもして最初からこのヴィンテージのっぽい色のベージュになってるっていうテープの仕様になってますね、はい、ですね。で一応そうですね、脂肪的にはそうですね、ここら辺がちょっと脂肪感が強いかな感じですね、はい。まあ、ここら辺もシープの割には入ってるかなって感じですね。うん、そうですね。まあでもシープなんでそんなにこうなんだろうな、育てるための革っていうよりかは結構もうある程度もう完成はしていて、このまあストレスのない着心地でこう育てるというか、まあ今現状を楽しむみたいな。革ジャンというか レザーな感じなので、まあ、もちろんここからねもっともっと馴染んでいくし、もっともっと多分形自分の体に馴染んでいくし、シワとかももちろん入るし、その雰囲気も全然やれていくと思うんで、経年変化ももちろんすると思うんですけど、なんかなんだろうな、いわゆる他のメーカーのこの馬のねピンピンのなんかカチカチからこうバッキバキにしていくっていうような激しい経年変化を求めるような革ではないし、ルイスさん自体が、まあ、革にせよこっちにせよ、ホースにしろ、多分最後の仕上げがね結構そういうこう激しい経年変化を求めるようなブランドの感じじゃないので、これは結構多分ずっとなんだろうな、ある程度までは馴染むけど、そんなこうゴリゴリにこう革の経年変化を楽しむっていうようなレザージャケットのタイプではないですね。強いて言うならこの間出た、ベジカウかな、そのベジタブルタンニンなめしをしたカウレザー、要はあの茶身のやつですね、茶身の、はい、あっちはもうゴリゴリその経年変化も楽しめるっていう、古石さん的には初の試みというか初の感じだとは思いますね、はい。まあ、もちろんとはいえヴィンテージで出てくる70年代の60年代のヴィンテージのルイスはもう経年変化すごいですけどね、もうゴリゴリの本当にヴィンテージっていう感じの面構えしてるので、
あのレベルはもう本当にルイスさんとはいえヴィンテージものはもう別格ですごい経年変化をしてますけど、ただまあ本当2000年代入ってからというか、まあ、最近のこういうルイさんのやつはそんなこうバキバキにして楽しむとかいう感じじゃないかなという感じですね。あ、そうだ、あとバックスタイルはこの辺りですね、はい、ですね。で、一応言っとくとですね、こっちの方はこれ36の方ですね。36の方は着丈の、多分2センチくらい短くしてる気がします。36で着丈2センチくらい短くして、それを、確か5センチ切って5センチ切ってます。で、ウエストは逆に2センチか3センチ広げたような気がします。元がもうちょっとねきつかったような気がします。で、それだともうやっぱストレスだし、昔ここ嫌だったんでって言って、多分自分の持ってるレザーの他のレザーで全くストレスのないウエストサイズのやつがあったんで、そいつを持って着ていって、測ってもらって、このサイズのウエストと合わせてもらえればいいですって言った時に、多分じゃあプラス2センチか3センチですねみたいな感じだった気がします。なので、それでこれも作ってもらいましたね。あといじるとこはそれぐらいなので、肩もそのままなので、こんな感じで作ってっていうのがこれですね。おすすめとしては、あ、ちなみにこれライトニングですね。あっちがドミネーターで、こっちがライトニングで、そうですね、ここのついてるのが特徴のライトニング的には、個人的にはあんまり長くない方がいいかなと思ったので、ちょっとベルトよりにちょっと被るぐらいのサイズ感なので、まあ本当俺で言うと2センチ層切ってでちょうど良かったなっていう感じですね。で、今ロンT1枚だと、特にストレスはないですね。どこにも負荷はかかってないですね。まあシークっていうのもあって、柔らかい革っていうのもあって、特に、どこかに、ここはきついとかここはきついとか、なんか行動に何か不便を感じることは全くないですね。すごくすごくジャストな感じだと思います。で、本当にレザーをビタビタに着てっていう、もうロックの時代のなんかああいう雰囲気が好きな人は、もっぱつ下でもいけるんじゃないかなとは思いますね、はい、36でも多分これを見てもまだいやまだ余裕あるよっていう人は全然いると思います。言うて結構その薄手のスウェットぐらいなら挟めちゃうので、それって多分本当にビタビタではないのでね。ただまあ個人的に自分が着る分にはもうこれがちっちゃさの限界かなと思います。もうこれでさえちょっと、ちょっとね、言うてでも肩がやっぱちょっとこうやった時にちょっと張るっていうか邪魔にはなるので、邪魔ってことじゃないですけどね、全然。ただまあ、ちょっとまだねあるので、ただまあレザーなんてそんなもんなので、もうこれ以上の利便性を求めるならもうレザーじゃなくて伸縮性のある素材の上着着ろよって言われちゃうと思うんで、まあまあこれ十分かなとは思いますね。で、まあマヤケルとかなんですね、はい、なので、まあマヤケルとね、特にもっとちっちゃい色が好きな人とかもっとスタイル的にはね結構余裕があると見えるとは思うんですけど、まあまあ気に入ってますね、はい、です。で、一応スタイル一応こっちももう一回言っとくと、こっちの方はあれですね、袖を38にして肩がちょっと広がった分、ここの袖丈を 5.5 センチですね、あっちよりもさらに 0.5 センチ切って 5.5 を切りました。で、個人的にはすごくちょうどいいですね、はい、これより長くても短くても嫌だったなっていうぐらいです。ほんとジャストに持ってこれた感じですね。ここら辺も多分もうちょっと言うてここのシワが入ってくると上がってくると思うんで、まあ、その時にここがツンツルテンになっちゃうと微妙なので、まあほんと今がベストかなっていう、あ、今がっていうかこの際切った長さがちょうどいいかなっていう感じですね。で、まあこれ届いた時の動画でも説明してたんですけども、他はあんまりいじんない方が、あんまりいじりすぎない方がいいかなとも思ったんで、肩がまあちょうどよくて、袖を、縮めたら、あとは
着丈もそんなにというか一切切ってないし、ウエストも、切ってないです。38にしたおかげでもうここのウエストも広げる必要が、なくなったし、丈も、結構ね、動画を画像とかで調べてると結構ドミネーターって短く着てる人が多くイメージで、結構ねこのくらいの丈感のイメージのこうだから こういうなんかちょっとねちょっとねベルト上くらいでこうもっと肩もちっちゃくってキュッて結構こじんまりしたイメージのドミネーターを結構よく見たんですけど、個人的にはこのくらいのなんか縦長のほんとシングルの馬革とかでよくある3、40年代とかのシングルの、ライダースというかレザージャケット、スポーツジャケットみたいな感じかな、あれの、ヨーロッパ的な感じのイメージがベストだなと思ってたんで、丈も全然長くてよかったし、裾周りもちょっと余裕があっていいな、ビタビタにはしたくなくって作ったら、すごく理想通りいきましたね。でもこれは結構やっぱできてみないと分かんない部分があるんで、ちょっと賭けではあったんですが、まあ賭けに勝った感じですかね。今本当にものすごく気に入ってるレザージャケットですね。はい、あと最後にですね、ちょっとまあさっき言ってた質感をちょっと見てもらおうかなと思います。はい、比べるあれですね。はい、まあどうだろう、どこを見てもらったら分かりやすいんだろうな。まあ、こっちがシープの感じで、まあ、シボがちょっとやっぱ分かりますかね、シボが結構あると思うんですけど、このシボに対してカウダと結構艶やかなつるっとした感じですね。はい、こっちがカウですね。あんまりこうシボが目立たない感じですね。はい、これは本当好みなのでどっちがいいとかはもうないですね。本当に焼肉と寿司どっちがうまいですかって聞かれる質問みたいなもんですよ。本当にもう焼肉好きな人はもう焼肉だろうし、寿司好きな人は好きだろうし、ただ焼肉も寿司もどっちも好きで、焼肉の気分もあれば、寿司の気分もあるっていう時もあるんで、結局みんな、こっちを買うけどこっちも後で欲しくなるとか、こっちを買ってこっちのやっぱ欲しくなるみたいな感じで、まあ欲しくなっちゃうんだろうなっていう、まあルイスの魅力ですよね。あとまあダブルを買ったらシングル買ってたらダブルが欲しい。まああとあれですよね、ライトニングがあったらサイクロンも欲しい、サイクロン持ってたらライトニングが欲しいってなると、まあ結構ねいろいろ欲しくなっちゃうのかなと思います。個人的にももう一つぐらいルイス欲しいなとは思ってるので、またいろいろ余裕があったらちょっと考えようかなとは思いますけど、ただカラーは昔赤を頼んだことがあって、赤もすごく良かったんですけど、やっぱ年を重ねてくるとちょっといいカラーものがなかなか合わせづらくていうか難しく感じてくる部分はちょっとやっぱあるんで、まあ、そう考えると無難に黒の方が本当にジジイになっても着れるなっていうのはちょっと思うので、まあ全然ね赤とか緑を着るジジイになりたいっていうのもありますけど、まあまあ周りの目もちょっとあったりね言われないするのめんどくさいんで、まあ黒が一番無難で可愛いかなとは、可愛いというかまあかっこいいかなと思うんで、まあ黒のサイクロンでなんかまた革かなんかホースかなんか持ってない、今持ってないやつに変えるっていうのもありかなとは思ってますが、はい、まあこんな感じです。まあルイスさんね、本当オーダーちょっと難しいかもしれないですけどもね、店員さんいい方多いので説明して自分の要望をね言って、作った方がいいと思います。あとあれですね、閉店間際とかギリギリに行ってちょっとこう焦って買っちゃうみたいなのはやめた方がいいですね。ちゃんと時間を取ってなんならもうその日に決めないで、またちょっと考えてきますって言って、ちょっとねある程度話聞いてもらった後だと言いづらい、帰りづらい部分もあると思いますけど、ただね言ってやっぱ高い買い物だし、失敗した時のやっぱダメージがもうそんな数千円数万円のレベルの日ではないので、もうじっくりそこは本当に、もちろんね遠方から来てるとか言ったらもう、ある程度
決めなきゃっていうところあるとは思いますけど、それでもねやっぱり数ヶ月も待たなきゃいけないし、できてね本当いいものさえ買えば一生もんになるので、そこはねあのちょっとしたなんか、恥ずかしいからもうすぐ買わなきゃみたいなのはもうやっぱってないんでやめた方がいいと思います。そこはもうこの前にあのまた考えてきますって言って全然一旦考えて、行っていいと思いますね、はい、以上、ルイスの、あれでした、はい、今日もご視聴ありがとうございました。